こんにちは。雨の日も蝶のことを考えています。林太郎です。はい。ということで、今日は雨ですね。いやー、まあね、雨の日もね、僕は蝶々のこと考えてるんですよね。雨の日、蝶々どうしてんのかなーとか、皆さんも考えたことありませんか？ありますよね。ないかな。晴れの日も蝶々そんなに考えへんて。いや、ちょっと関心落としいな、そこは。ということで、まあ、雨の日も僕は蝶どうしてんのかなと思って観察したりもたまにするんですけど、今日はね、ちょっと、一人ね、見つけたんで、ちょっとその子を紹介します。このね、葉っぱの裏に隠れていたんですけど、はい。わかりますかね、この白い、ちょっとこうね、三角形みたいな羽になってる、この白い蝶々は、ウラギンシジミといって、シジミ蝶の仲間ですね。この葉っぱの裏で雨をしのいでるんですよね。いやー、なんかけなげですよね。ね、僕らみたいに傘さしたりね、カッパ着たりできないんでね、蝶々は。こうやってね、雨の間、こう、葉っぱの裏でこれじーっとこう、過ごすんですよね。待ってるんですよね、晴れるの。なんかもうこの姿見てるだけで感動しますよね。なんか自分の悩みなんてちっぽけなんだなって本当に。なんか一生懸命生きてるな、蝶々。なんか僕なんてまだまだやなって思いますよね。いやー、蝶々すごい。すごいんですよね、蝶々。ねえ、これで晴れて、じっと待って、晴れたらこう飛び立って、花に行って、花でご飯食べて。なんかそういうの思うとなんか花いっぱい植えてあげようとかね、いう気持ちになるんですよね。それで蝶々が来て、ね、飛んできてくれて、休眠してるのを見たらね、なんかちょっと嬉しい気持ちになって、蝶々も嬉しい気持ちになって、ウィンウィンですよね。皆さん、花植えましょう、いっぱい。ね、それで蝶々も喜んでくれて、自分も気持ちよくなって、最高ですよね。いやー、すごいな。まあ、このようにね、雨の日になったらね、蝶々はもちろん飛ばなくなってどこかに行ってるんですけど、いや、うまく隠れてるんですよね。今日もこのね、一匹しかね、見つけれなかったですけど、他にもね、いろんなところでね、身を潜めて、この雨を待ってるんですよね。いやー、すごいな、昆虫って。でね、まあ何が言いたかったかと言いますとね、まあ、いろんなことはあると思うんですけど、失敗したりね、なんか落ち込んだりするんですけど、こうやってね、それをじっと我慢して晴れになってこう元気よく飛び立てば、またいいことあるっていう感じですね。蝶々からもそういうことを学べる。蝶々すごいぜって思うんですよね。はい。ということで今日は雨の日、蝶々どう過ごしてんのかなっていうことで、ご紹介させていただきました。ね、こうやって雨の人も頑張ってるんで、僕らもまた今日一日楽しく、ポジティブに頑張りましょう。ということで、今日のゲストは、ウラギンシジミちゃんでした。ではまたお会いしましょう。さよなら。